ちょっと見ましょうか。おしろ。いやちょっとこれ1月19日のチケットを、じゃあ12月はあるちょっと近近のやつをまず最初に売らないと。そうだけど忘れたんすか。マジ、いや本当に、いやちょっと、いやもう、いやちょっともう一回ちゃんとよく探しましょうよ。もっともちゃんと探さないと。ないじゃないですか。どうするんですか。12月ちょっとないって。ちょっと、いや入れてきたんですか本部に。いや多分な。ちょっと俺も、いや入れ、いやちょっと。しょうがないですね、わが。いやもうピンチはチャンスですよ、もうこれどうにかするしかないじゃないですか。12月28日どうやるんですか。どうするんですか。ちょっと待って、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 ここを冷静に対応できるかで、そうだな、ここから僕らの先が決まりますよ。そうだ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 、もう本当に誰がミスったかとかいつミスったかとかそういうのじゃないよな。いやそういうのでもありますけど、いやいやいや、そういうんじゃないんだよ。やっぱ次どうするかだろ、そうなった時に。確かにそれは、それはそうです。分かった分かった。ここを冷静に、そうだな、対応ですよ。そうだ、今ここはクレームが起きてるわけですよ。どうすんすか。クレームにすぐ対応できるのはいい団体の姿でしょ。よし分かった、分かったよ。おいチケットな、ここにあるじゃねえかなあ。1月19日頑張れプロレス、チケットありますよ。頑張れプロレス大賞授賞式のチケット、これをね書き換えます。これを書き換えて12月28日のチケットとさせていただきます。はい、ただまあそのまま1月19日のチケットを売ることも可能ですので、はい、そういった感じでやりたいと思いますが、ちょっと待ってくださいね。書くものとかあるんですか。書くものがないんです。書くものがちょっとあの誰か誰かあのボールペンとか貸していただき、あのすいません、お客さんから借りるとなくしてしまう可能性があるので、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、チャンピオンさんのご好意でマジック借りました。ありがとうございます。ですね、ということでですね、はい、11月、12月28日頑張れプロレス、大津大会並びに、1月19日の頑張れプロレス大賞授賞式、チケット販売しております。はい、あ、いかがでしょうか。いらっしゃいませ、いかがですか。はいはい、はい、王子大会、ちょっと待ってください。王子大会、ちょっと待ってください。これちょっとカウントしながら、今、ね、はい、チケット即売化しておりますが、大岡代表が12月のチケットを忘れました。まあこういう状況にですね、我々冷静に対応にしていかなくいけるようになっていかねばなりません。
ちょっと大川さんすごい列が並んでるじゃないですか。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。内藤さんとかぶっちゃうよ。早くすごい並んでますよ。あのね、書き換えてんだからしょうがねえだろうが。ザ逆に。はい、では2枚ですね。はい、すいません、ありがとうございます。はい、7千ですね。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。こうカウントしながら、大丈夫です。すいません。次の。はい、はい、王子。はい。王子と1枚を1枚ずつ。王子と1枚を1枚ずつ、ね。大丈夫ですか ?1 枚書き換えればいいんですよ。分かってるよ、そんなことくらい。6500円でございます。小川さん、はい、なんだチケット対応しながら俺の話聞けますか？聞けるは聞けるけど、ちょっとお釣りがないな。ありますよ、500円。ありがとうございます、本当にありがとうございます。はい、500円玉持ってきて、はい、こちらですね。はい、はい、これで小川さん、俺の話を聞けますか？おー、聞けるぞ。すいません、王子を1枚。はい、ちょっと待ってくださいね。小川さん、2000円のお返し。おお、じゃあゆっくり喋ります。なんだ、先日、おお、12月28日の、おお、アンジェラ・アミの対戦相手、おお、これ探しに行ってきましたよ。送ってくれたけど、おお、すごいな、それは。見てくれましたか？ちゃんと VTR YouTube に上げたんですよ、俺。見てないでしょ。見てないな。結論から言うと、おう、松本都が名乗りを上げてくれましたよ。ありがとうございます。聞いてますか？聞いてるよ。おう、それはどうなんですか？それどころじゃないですか？俺手伝った方がいいですか？だったらそれでいいじゃねえか、おい。いいよ、王子大会。はい、3500円ですね。はい、決定でいいんですか？決定でいいよ。じゃあ12月28日アンジェラ・アミ VS 松本都、決定でいいですか？決定。小川さん、おう、まだ話を聞いてほしいんですけど。おう、まだ聞くぞ。あいつ、アンジェラ・アミ、俺はメガネをかけて自画撮りをして、それをツイートするように言ったんですよ、前回大会で。なぜなら似合うからですよ。お、そして新たな可能性をメガネというアイテムで見出したんですよ。聞いてください。新たな可能性をメガネをかけさせることでにもかかわらず、前回大会が1ヶ月以上経過してるのに、あいつはメガネをかけた自画像1回もツイートしてないんですよ。なに。お前、おかしいだろそれは。お前、おかしいですよ。俺はプロデューサーですよ。あいつは全く俺の宿題をやろうとしないんですよ。おお、だったらな、おい、はい、だったらクビにすりゃいいじゃねえか。なしだ、そのカードな。あ、いや、やめてくださいよ。なんだよ。いや、クビだ。言うこと聞かねえんだろ。なあ、だったらクビでいいじゃねえか、そんな。おお、やりたくねえんだってやらせなきゃいいじゃん、別に。それでいいだよ。おお、なしで。嫌ですよ。何が嫌なんだ。なんかあんのか、言い分は。言わないよ、お前に。いや、あいつのポテンシャルは俺は感じてます。
もしかしたら宿題は一回もやらないけど当日テストで100点満点取ってくる子かもしれないです。そういうやつだっているでしょ。まあ確かにいるな。俺も夏休みの宿題は8月31日にやってたタイプです。だから12月27日のツイートに期待したいです。俺はそこであいつに10個の自画撮りのツイートを希望します。いいですか。それでお前がアンジェラミを信じるというのなら首は撤回しよう。12月28日頑張るプロレス王子大会アンジェラミ対松本美也子改めて決定。あいつはやりますよ。おはい、王子を2枚です。王子を2枚7000円でございます。はい、おばさん、おう、やっぱり、おう、俺の話を聞きながらチケット対応するのは難しいじゃないですか。難しすぎるよ。ちょっと待ってくれ。でもね、おう、聞いてほしいんですよ。おう、今12月1月と大会決まってるじゃないですか。おう、ぶっちゃけ2大会連続で決まってることは我々頑張れプロレスにとっては結構珍しいです。珍しいな。それぐらい会場を探すスピードついに僕らこなれてきました。おう、俺尾川さんにまだ言ってませんでしたが2月もおもう決めてきたんですよ。すごいな。2月の8日OG ベースメントモンスター、おここで午前中に高田さんが東京女子をやるっぽいんですよ。おだから午前中じゃない、お昼だ。午後一緒に俺らお金ないから折半でやらせてくださいってお願いしたんですよ。おう、押したら俺は高田さんの男気俺らの申し出を受けてくれました。おお、だから17時30分から2月8日俺らの大会決まりましたよ。よし、2月8日 OG ベースメントモンスター頑張れプロレス王子大会決定。はい、王子を2枚です。王子を2枚ありがとうございます。ちょっと待ってください。この2月の大会のチケットなんですけど12月の大会で早売りしたいんですけど、岡さん聞いてますか。そんなことがそんなことができるのか。おそらく早くチケットの発券システムにお願いすればまだ年内には間に合うんじゃないですか。早く届けたいんですよ、このチケット。よし、12月28日に2月8日のチケット販売決定。間に合った場合な。いや、間に合わせます。よし、今なり任せた。任せてください。話せんでございます。おばさん、はい、1月19日、はい、市ヶ谷で頑張れプロレス大賞受賞式概要決定しましたね。そうだな、立食パーティー。お、立食パーティー立食パーティーが決定しております。そして、はい、食べ放題飲み放題。食べ放題飲み放題。おお、でも、おう、なんで数に限りがあるんですか。食べ
言ってることに矛盾した情報を我々発信しています。すでにいくつかのクレームが発生しています。我々はこの矛盾に誠意ある対応を今ここで述べなくてはいけないと思います。飲み放題食い放題にしといてな、物がなくなったらどうすんだよ。先に言っとくべきだろなあ。当然だよ、無限に飲んで無限に食べてもらいたい、そういう気持ちは我々にあるだろなあ。お客さんに楽しんでいただきたい、そういう気持ちは我々あるんだよ。あるにはあるけれども、足りなかったらしょうがねえだろうが。だから数に限りがあると最初に言っておく。それじゃダメなのかよなあ。最高の対応だと思います。そうだろなあ。あれはガストのドリンクバーで野菜ジュースが入ってないことを何度か見かけてます。しかしあの献立表には野菜ジュースが切れてるかもしれないという可能性は書いてなかった。そうだろうなあ。これぞ新しい対応じゃないですか。そうだよ、クレームにはな、すぐ対応しなきゃいけないんだ。だからクレームが来る前にまずクレームが来ないようなリリースを出しておく、それが俺たちのやり方だ。はい、いかがですか。12月の11日、はい、ありがとうございます。12月お1枚で大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ということはなんとなく用意しておけばいいですね。そうだ、我々ができる限り用意しておくから。わかりました。はい、すいません。はい、すいません。ありがとうございます。2000円のお返しでございますね。はい、ありがとうございます。おばさん。はい。やりながらまだ俺の話引き続き聞けますか。ちょっと待ってくれ、とりあえずちょっと待って。3枚です。3枚、はい、ありがとうございます。1万500円ですね。俺はおお母さん、いよいよプロレスキャノンボールの編集先月から始めてるんですよ、うん、俺は素材を見返すたびにしょっぱい気持ちになるんです。毎回他のチームすごい面白い映像を撮ってきてる、別に俺らの映像がつまんないか面白いか俺は分かんないです。ただなぜこんなに俺はあの映像を思い返して悔しい気持ちになるんですか。俺は大川さん、俺は今毎日、うん、あの映像を見るたびにあの時の旅の記憶が頭の中によぎります。でも行ってよかったとは思いますが、悔しいこの気持ちは、お母さん俺どうすればいいんだろう。常に悔しいって気持ちを胸に秘めながら編集してて、情けない自分をどうすればいいか分かんないですよ、あの映像は。キャノンボール、キャノンボール言ってな、ガンプロとは正直言うほど、まあその直接的な関係はねえと思う。だからこの即売会でそのキャノンボールの話とかするのも、なんか乗っかってるみてえでかっこ悪いと俺は思うんだよね。でも俺はでも、うんうん、毎日あれを見てるんです、うん、わかる。終わってもそう、俺たちも
というか俺たちも参加したよ確かに。で初日はちょっとなんか調子乗ってて、でもなんかそれはもう粉々に打ち砕かれた感じだよね。次の日誰よりも早く出て着替えて、いろいろ考えて会わなきゃいけない人に会って、それでそれでもなんか全然何も見えなくてね、こう長いこと、意外と長いこと生きてるし、意外と長いことこの業界いるんですけど、僕もなんかこう見えないんですよね。一生懸命やりますっていう気持ちはすごいあるんですよ僕ら、本当にあります。でもやっぱその上が多分必要だと、そのそれをすごい感じたんですよ、キャノンボールの時に。やっぱりあのよその人と触れ合ってないというか、いわゆるそのレベルが高いというか、なんていうかな、うん、もう届かなわないやつっていうのはやっぱ近くにいるんですよ。それをすごい感じたんですよ。で俺らどうしたらいいのか分かんなくて、でもなんかね、こうしたらスッキリするんじゃねえかとか、こうしたらちょっと答えが見えるんじゃねえかとか、そういうことを2日目、そのプロレスキャノンボールの2日目、今成と一緒にいていろいろとやりました。その結果僕らその何か分かるようになったとか、なんかすごいレベルが高くなったとか、そんなことはもう全然思わないんですけど、でもなんか迷ったらね、やればいいんじゃねえかみたいな。いまだにも辛い思いしてるし、俺もなんかいまだに何も見えませんけど、ないまだにな、迷ったらなどうすんだな。あの2日目の映像だけが熱かったんですよ。そうだよな、分かんねえんだもんな。初日の映像はしょっぱかったけど、そうだよ本当に、2日目の映像は熱かったでしょ。そうだよな、そんなんな、俺ら分かんねえ、見てるやつ分かんねえかもしれない、俺たちは熱かったよな。お前のことはよく分かってなかったかもしれないよ、俺は今も分かってないかもしれない、でもなちょっとだけね分かり合ったような気もするんだよな。お前がやろうって言ってやったな、大したこともないと思う、試合でいつもやってんだからな。でもな、面と向かってやり合うことで、なんか起きるんじゃねえかって思うんだよな。な、王子大会も翔太に「ガンブラ熱くねえ」とか「昔の熱さがどうの」とか言われてっけど、そんなのさ関係ないじゃんな。今どれだけ俺たちが頑張れるかな。今の暑さでいいだろな。あなあ、お前タッグは12月28日はタッグは2回目、11月19日に
やっただろ、大船渡でタッグな。あ、人生さんと沼島さんってありました。そうだろう、なあ、俺とお前は頑張れプロレスで一連託しよう。そうだよな。はい。だったらやるか。多分な。よし、おっさん、ああ、今も何やっていいか分かんないときもあるけど、なあ、やっぱお母さん、おう、やっぱあんたについてきます、それは。そうだろ、お前、そうだろ、お前、なあ、はい、なあ、試合も、おう、編集も、おう、今の熱さ届けてやります、それは。やってやればいいんだよな。ダメでも何でもいいんだよ。やるしかねえだろ、なあ。俺は毎回の興行で皆さんに何与えられてるか分かんないけど、この生活の、生きてる生活の先の感情しか伝えられませんが、生きることはやめません。だから12月28日、俺たちは目いっぱい今生きてることを、ごまかさずにぶつけます。だから見に来てください。頑張れ、頑張れ。興行としての仕切り進行も、まだまだ不備はあるかもしれません。チケットも、こうやってミスもあるかもしれませんが、一回一回胸をいっぱいにプロレス興行を届けます。大和さん、頑張りましょう。頑張ろう、頑張る今なり。チケットいかがすか。はい、チケットいかがでしょうか。はい、あ、28日2枚。はい、ございます。ちょっと待ってください。すいません、ちょっとすいません、 YouTube をご覧の皆さん、本日はチケットの対応に不備があり、大和さん、カメラに向かって謝りましょう。チケットを忘れてしまい、大変申し訳ございませんでした。ただやっぱりその時の対応をね、正義を持った対応をすれば大丈夫だと私、常々思っておりますので、今日は正義のある対応がもしかしたらできたのではないかなと今日は思っております。我々も、ピンチはチャンスという言葉を胸に秘め、勉強させていただきました。12月28日年内最終興行でございます。おー、頑張れ。おばさん、気合の入った一言をいただきたいと思います。ベルトをしてください。まあどんな辛いことあっても、楽しいことあっても、多分時間が過ぎたら忘れちゃうと
と思うんですよ。ものすごいヒリヒリした思いとかそういうのを感じましたけど、それを感じたのは僕は2ヶ月前です。それを2ヶ月経ってやっぱりちょっと忘れかかっていた。でもね、今なりと今日張り合うことによって思い出しました。初心忘れるべからずと言いますが、本当に本当に辛かった時の気持ちとか楽しかった時の気持ちとか救われたような気持ちとかそういうのを忘れないように皆さん生きていこう。もう今年終わってしまいますが、お前たちにも夢があると思う。俺たちにも夢あります。プロレスをもう一度メジャースポーツにする、その夢はまだまだ諦めてはいません。俺がいくつになっても50歳、60歳、70歳になってもそれが叶っていないのであればとことんプロレスをやり続けます。だから皆さん、皆さんも夢があるのなら夢を追い続けてください。12月28日頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。気づきですね。チケットもし本日ご購入できなかった方も、大岡選手の、携帯メールアドレスに、はい、取り置き予約のメール等もできますので。できますので、はい。そちらのシステムもございます。はい、そういうシステムもございます。1600.sekihara@mark1web.ne.jp 。電話番号は080-5294-5248、どちらかにご連絡していただければあのチケットスムーズに取ることができますので、ぜひご連絡お待ちしております。我々このようにですね、いろんなサービスでの、チケットの提供を、はい、まだまだ来年は考えていきたいと思っております。はい、本日は不備があり大変申し訳ございませんでした。さらなる、サービスの、向上を、我々胸に置いて日々のプロレス活動に取り組んでいきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。